はい、どうも、うずです。サムネイル見てもすぐ分かりますよね。タイトルでもつけてるからね。本日ちょっと届いたカメラのちょっと外観をお見せする動画に今回しようかなと思いまして、待ってたらね、午前中にちょっと私配達来たのに気づかず、受け取れたのが夕方なんですよね。それなのでこの後ちょっといろいろとやることもありまして、家事的なものが、今回はちょっと早速届いたカメラ、ニコンの Z5 姿見せということで、そういう動画にしたいと思います。はい、で届いた箱は、この大きさです。で、大きいですね。大きいんですよ。で、なんで大きいのかというと、 Z5 がね、入ってるのはもうわかるじゃないですか、動画のサムネイルとタイトルで。まあ、それ以外にもニコンの方でね、ちょっと気遣いいただいて、もう一アイテム、カメラ入っております。そのカメラというのがこちらでございます。はい、お久しぶりでございます、ニコン Z6 Z6 も今回は一緒に送ってくださいました。なので今回、ニコンからお借りした、お借りしてますからね、買ったやつでもないですし、もらったものでもありませんから、お借りしたカメラは、ニコンの Z6 と、新製品 Z5 と新しいレンズでございます。はい、ただちょっとこちらね、ちょっと下にテロップを入れときますけれども、ベータ機でございます。まだ発売してないので、ベータ機なんですね。私の手元に来たの。これ重要なポイントなので、ちょっと覚えておいてくださいね。私がこの後何度かレビュー動画上げるニコン Z5 は、ベータ機ということを忘れずにご覧ください。製品版とは、ちょっとね、異なるところがありますので、まあ、あくまで参考にということで。はい、なんですけれども、それプラスあとはこちらですね。こちらもお気遣いいただいたようで、24-70mm の F4 レンズも、Z レンズですね、送っていただけたので、このあたりをつけて、まあ、この動画ではね、カメラの紹介だけなんですが、後日、ちょっと私出かける予定が、家族でね、出かける予定が夏休みですから、夏休みですから家族で出かける予定がありまして、そこに Z5 を連れて行って、昨年ですね、大阪に家族で出かけた時に Z50 を持って出かけたんですけど、なんかニコンさんいつもタイミングがいいよね。私が家族旅行するちょっと前にね、なぜか製品送られてきてくれるので、ちょっとね、お父さんが使うのにこんな感じで使えるよっていうのを見せやすいタイミングだね。本当ニコンさんありがとうございます。タイミングがいいです。はい、で今回の動画ではちょっとわちゃわちゃとねしちゃったんですけれども、Z6 と、こちら24-70レンズは、ちょっと置いておいて、この後ちょっとね大きさを比較したりするのに使いますが、ちょっと置いておいて、ニコンの Z5 と新しいレンズですね、やっぱりこれが皆さん気になると思いますので、こちらのところをお見せしたいと思います。まあ、ただ箱がね製品版の箱じゃないので、開封部分は省きます。意味ないからね。はい、では今箱から出しましたので、こちらがニコンファンの方がね、特に気にされてると思うんですけれども、Z5 でございます。発売予定は2020年8月下旬となりますので、使いたい方、欲しい方は、もうちょっとお待ちいただく形にはなるんですが、事前にちょっとこういったカメラですよっていうところをお見せしたいと思います。はい、今並べてみましたが、こちら左側が Z6、そして右側が Z5 という形で並べております。サイズ感に関してはもう見た感じでね、お気づきになられると思うんですけれども、そんなに大差ないんですよ、大きさに関しては。はい、これが横グリップ部分ですね。で、後ろ見てみましょう。はい、で背面の部分もこんな形で、操作部分ですね、もうほとんど違いがないという状態なのがわかると思います。ボタン配置も一緒ですね。はい、そして左サイド、端子部分も共通の端子になっております。で、もしかしたら HDMI の部分がとか USB-C の部分がって思う方いらっしゃるかもしれませんが、そこに関しても同じでございます。同じだね。まあ、ただ違いが大きく出てくるのは、ここの部分ですね。サブディスプレイを Z6 は搭載してますが、Z5 の方はサブディスプレイは搭載していないモデルになります。なので、こういったところですね、こういったような細かいところ、細かいのかな?細かくはないかもしれないんですけど、こういったところで、本体価格のバランスを調整しているように思われます。もちろん中身もね、違うところはあるんですけれども。あ、そうだ、今外観を見せてるときに、一番重要と言ってもいいかもしれない箇所の、ちょっとご説明を忘れました。Z6 と Z5、今回大きく変わってるポイントがありますよね。はい、カメラファンの方はもう多分答えがパッて出てると思うんですけど、カードスロットです。まあ、ちょっとこのカードスロットの話をすると、Z6 ファン、もしくは Z6 を使っている方が、んーってなってしまうかもしれないんですが、はい、Z6 はカードスロットが1スロット、XQD、もしくは CF エクスプレスカードですね、現在バージョンアップしてれば、が利用できるものになってまして、
Z5 の方はこちらですね、カードがデュアルスロット2つ入るようになっております。はい、しっかりね2つ SD カードが入れられる形になってます。まあ、なのでここもちょっとね判断難しいと思うんですけど、 SD カードでとりあえず問題ないっていう方であればデュアルカードスロットを搭載した Z5 はすごく魅力的になるはずなんです。ただ反対に、その次世代カード XQD カードもしくは CF エクスプレスカードを使いたい、もしくは持ってるからそれを活かしたいっていう方は Z6、Z7 っていう選択になると思います。はいね、この辺がね際どいというか難しいねとこであるとは思います。まあそんな Z5 ですけれども、この後ねまあいろいろとこう使い出す方も増えてくるとは思うんですが、まあ、持った感じとしては本当に Z6 と変わらない感じで利用できる、グリップとかね含めてね同じ感じで利用できますので、これがその価格で言うとねいやらしい話になるんですけど、フルサイズミラーレス機としてはすごいお手頃な価格でこの後発売されますので、十分な魅力を控えてると思います。まあ、あとはこの後ねちょっとこの軽いレンズと合わせて旅行動画撮影、まあ、動画と静止画含めて撮影してくると思うんですが、どんな感じで撮れるのかっていうところをちょっと案内してみての動画というのをこの後用意できるので、そのあたりも自分としては楽しみなんですけれども、はい、レポートの方はそのまま続けていきたいと思います。あ、そうだ、せっかくだったらそのファインダーの見え方もちょっと感想で言っとこうね。ちょっとこの場部屋で申し訳ないんですけど、ここでちょっとファインダーを確認してみます。まあ、ニコンはねもともとファインダーね見えやすいからね、 Z6、Z7 もすごく雑誌でのね評価も高く受けたファインダーですし、まあ見やすいやね、見やすいね、漫画本のあたりもねよく見えますね。うん、全然ファインダーは問題ないです。ちょっと待って、6と比べよう。ちょっと今 Z6 の方に新しい軽量レンズをつけてみたので、ズームレンズこれでちょっとファインダーを覗いてみます。うん、まあ当たり前なんですけど、見え方としてはまあ同じように見えるね。うん、あれファインダーのドット数って違いあったかな。うん、ファインダーの方は 0.5 型のクワッド VGAOLED のファインダーになってまして、ドット数のも369万ドットというモデルですから、同じですね同じです。なので見え方がいいのは当然か、すごく見やすいです。まあ、ただ Z5 に関しては、以前私がお話した動画の中でもちょっと言ったんですけれども、連写とかを重視はしてないですし、あのセンサーの方も違いがありますので、そういった面ではちょっとねうまく使う人の使い方によって分けて使わなきゃいけない、まあ分けて使うというか分けて考えなきゃいけないカメラになりますので、 Z6 もね何気にお値段が今だいぶお手頃って言ってツイートされてる方もねいましたし、そういう形で悩まされるカメラになると思いますので、この後ちょっと私の方もまた利用した動画の方を上げさせていただいて、あとはね今回このカメラを手配してくださったムーブーチャンネルの方、ムーブーの方でもちょっとニコンのインタビュー動画というのを作る予定ですので、そちらの方もお楽しみにしておいていただければなと思います。はい、今回は届いたばかりのニコン Z5 ベータ機の外観と、あとはちょっと触ってみた感想、簡単なものですが喋らせていただきました。私としては自分で使っているカメラはキヤノンのカメラではありますが、あのニコンのカメラもかなり使わせていただいているので、去年からね含めてすごく愛着のある Z シリーズですので、しっかりとレビューを行っていきたいと思います。今回も動画のご視聴ありがとうございました。今回の動画も良かったなと思っていただけた方いましたら、ぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。はい、今 Z5 に 24-70mm のレンズをくっつけた感じなんですが、これもねやっぱりいいよね。なんかレンズがね軽いっていうのがやっぱ F4 のレンズは魅力ですよね。うん、すごいいい感じやっぱ24-70mm はやっぱりね王道ですけど使いやすいレンズですよね。素晴らしい。素晴らしいよ。